みんな、この人形を知ってる？実はこれ、電気を使わずに動くからくり人形っていうんだ。最先端の自動車工場でこの伝統的な仕組みが使われているらしいけど、早速本当のところを聞いてみよう。どうも、トヨタ自動車の北田です。なかなか笑顔が可愛いぞ。よし、いろいろ聞いてみよう。工場でからくりが使われてるって聞いたけど、もしや北田さんや工場で働いてる人たち、実は全員からくり人形とか？いやいや、人間ですよ。確かに人形ではなさそうだな。じゃあ一体どこにからくりの技術が使われてるの？後ろで動いてるあの装置見えるかな？あれ実はからくりなんだ。え、電気で動いてるんじゃないの？重いエンジンを移動させるとき、普通なら電気の力を使うんだけど、からくりのアイデアを使うと電気なしで簡単に移動できるんだ。え、面白、回転してる。これ考えた人すごいね。いよ、天才。これは物が下に落ちる力を利用してネジの大きさを簡単にチェックできる仕組みだよ。え、こっちは電気を使わずに誰でも難しい作業ができる装置。このからくりで2000万円もするような新しい機械を買わなくても済むから節約にもなるよ。マジで？電気を使わないだけじゃなくて節約もできるんだね。お金は大事。お、なんだこれ。トヨタの他の工場でもからくりがたくさん使われてるよ。うわ、バカな、風船でドアを開けてる。なんかゲーセン感がすごい。こんな感じでからくりは自動で動くから仕事も楽になるんだよ。楽になるなんてバチボコ最高。めっちゃ楽。またこの工場では60歳前後の体力が落ちてきた方や妊婦さん、障害を持った方など誰もが働きやすいように特別な作業場所があるんだ。なんて人に優しいんだ。みんながしっかり活躍できるようにからくりのアイデアで強い力を出せなくても作業をできるように工夫してるよ。なるほど。なんて素敵なストーリー。ちょっと話を聞いてみましょうか。子育て中で体力的にきつかったんですが、東さんが工夫してくれたおかげで楽に仕事ができるようになって助かってます。助け合ってんだな。心の中でありがとうございますって感謝していますよ。いい話。口で言ってよね。でも立派な戦力なんだから気持ちよく働いてもらえるよう頑張って改善したんだぜ。愛がたっぷり。いろんな人のもっと働きたいという思いを叶えるためにトヨタにはこんなアイデアが詰まった作業場所があるんだよ。すべての人が活躍できるように環境を考えてくれる職場っていいな。ちなみにさっきのからくりは電気を使わないって言ったけど、これは二酸化炭素が出る量を減らすことにもつながるんだ。トヨタでは2035年に工場から出る二酸化炭素を実質ゼロにすることを目指しているよ。こんな巨大な機械だらけの工場で二酸化炭素の量を減らすなんてできるの？約束しない方がいいんじゃないの？嘘はダメですよ。私たちのものづくりはこれまでも知恵と技術を出し続けていろんなことを乗り越えてきた集団なんだ。どんな難しい挑戦でも力を合わせて乗り越えていくよ。ものづくりってかっちょえ。工場だけにもっと向上心を。なんちゃって。ダジャレのスキルは全くないな。いや